柳沢の伝説は何も代表だけではない。 J リーグでもその才能を見せつけている。それも一試合で3回も見せたのだ。柳沢率いるベガルタ仙台対名古屋グランパス、前半38分、味方の見事なスルーから優しいアシスト。柳沢さん決めちゃってくださいと言わんばかりの連携。これを柳沢はもちろんダフって足元でバウンドさせ相手ディフェンダーにプレゼント。前半から調子の良さがうかがえる。そして前半終了間際、相手のミスから味方がボールを奪い、絶好の位置にいる柳沢へパス。もちろん宇宙開発、落ち着いてトラップしてから真上に宇宙開発、これだけでも絶好調だが、ここで終わらないのが柳沢である。